M さんは10年ほど前に仕事が変わったために、その頃から仕事上のストレスや不規則な生活習慣から血圧が高くなり始めたそうです。脈上は彩鎮地ですね、この方には珍しい脈上です。血圧が100だったかね、164と92、これまず副腎随質ホルモンの分泌を良くして心臓と血流を強化します。では右を下にして休んでください。側外の加水処置をやります。これ痛いです。啓蒙が64、それから小片大腸炎と、M さんは気を消耗しすぎるから気が消して血流が悪くなるんだろうと思います。上を向いてください。それで脈上をもう一回見ます。これで体にふさわしい脈上が出てきました。筋やや索になりました。この状態にしておいて、この副交感神経を活性化させます。
針の刺激量を決定するためにここの反応点の圧を調べるわけです。食いたいですか？あ、大丈夫です。取れましたか？はい。はい。